天体望遠鏡の部屋、マイクロテック RC6 口径 153mm F9 リッチークレチアン鏡頭開封編。2021年1月沼にはまってなかなか抜け出せません。新しい撮影鏡頭に手を出してしまいました。マイクロテック RC6 という比較的リーズナブルなリッチークレチアン鏡頭でスコーピオさんで購入しました。車で持ち帰った風なシチュエーションになっていますが、実際は会社帰りにお店に行って電車で持ち帰りました。コンパクトで軽めな鏡頭ではありますが、手で箱を持って歩くにはそこそこ苦労しました。しかもタイミング悪く雪が降り積もってきていたので余計に大変でした。説明書をざっくりと読んでおきます。発泡スチロールの上に2つの大きな延長灯が入っていました。1つが 50mm の延長灯、もう1つが 25mm の延長灯が2つ重なっていました。これは鏡頭と効果灯の間に使うものらしいのですが、自分の使い方では必要ないもののようです。単品で購入すればかなり高そうなパーツなので、オプションにして本体価格を少しでも安くしてほしかったかな。そして鏡頭と5対面、早速赤道儀に乗せてみます。アイピース部のカバーが落ちてしまいました。傾けたらまた自重で落ちました。軽く締め付けていないとダメですね。プラスチックの蓋が入っていましたが、非常に緩くて全く固定できない状態です。なぜこれほどサイズ違いの蓋が入っているのか理解に苦しみます。とりあえずマスキングテープを巻いて固定できるようにしておきます。二重巻きぐらいでは足りないようです。仕方ないのでさらに巻きつけて太らせます。接眼部を見ていきます。根元のリングで固定されています。今まで華奢な接眼部しか触ったことがないので緊張します。延長灯の使いどころがよく分かっていないので再確認し、精度が高くしっかりした作りです。実質これを使えないのが残念です。
次に、オプションで購入した専用レデューサを開封します。焦点距離が 0.75 倍となり、写真撮影用に補正を行ってくれるレンズです。これを使えば、周辺部までシャープに映るようになるようです。鏡頭の焦点距離は 1377mm。その 0.75 倍なので約 1033mm となります。今まで使っていたケンコーの KE950×675 反射望遠鏡は、焦点距離 675mm なので、比べると約 1.5 倍の焦点距離となります。説明書を見ると、レデューサは 70mm のバックフォーカスが必要となっていました。EOS はフランジバックが 44mm なので、26mm をマウントアダプタと延長塔で稼がなければなりません。対策したけど、蓋の保持力が弱いですね。2インチの接眼部にレデューサをセットします。どうやって延長すればいいのか悩み中。説明書が素人には分かりにくいです。手持ちのパーツを組み合わせて試行錯誤していきます。42mm の延長塔をつけてみましたが、そもそも2インチの接眼部には小さすぎて固定できません。2インチのアダプタが使えないか検討中。勘違いしていますが、さらに 42mm の延長塔をつないで距離を稼いでいます。 T マウントアダプタの厚さ分を忘れてしまっています。ケンコーの T マウントアダプタが 11mm 厚なので 15mm の延長塔が必要な計算となります。そもそもレデューサの後端から 70mm となっていましたが、その計測起点が説明書からはよくわかりません。比
レイフォード式は初めてなので、フォーカサーの操作を確認中。フリクションのネジには要注意と事前学習していたので、その確認です。実際にデジタル一眼カメラ EOS50D を接続して確認していきます。ライブビューモードでフォーカスを合わせてみます。残念ながらフォーカスは合いませんでした。42mm 延長灯を外します。2インチアダプタのみで合わせてみます。もう少しでフォーカスが合いそうですが、さらに縮めないとダメみたいです。反射望遠鏡で使っている薄型の2インチアダプタを使ってみます。今度はフォーカスが合いました。USB ケーブルをつないで PC で確認していきます。EOS ユーティリティを使ってリモート撮影を行います。ライブビューの画面を見ながらフォーカスを追い込んでいきます。
ダブルスピードフォーカサーなので微調整はしやすいのですが、 PC 画面で拡大表示してもピントの山が分かりにくいのです。赤道儀がやわやわなのでフォーカスダイヤルに触れただけで像が暴れてしまいます。次にガイド鏡を移植してみます。ファインダー台座がそのまま使えるので簡単です。重量バランス的にはできるだけ前方につけたいところです。バランスを見てみるとやはり後ろが重い。ありがたの端ギリギリまでスライドしてもやや後ろが重い感じです。ありがたの端ギリギリまでスライドしてもやや後ろが重い感じです。前方にバランスウェイトつけた方がいいかもしれません。フォーカスが合った位置を見つけるのが意外と難しいです。何度か撮影しながら微調整を繰り返す感じです。
次に、いつも使っているケンコーアストロ LPR タイプ2フィルターを取り付けてみます。つける場所は2箇所選べます。2インチアダプタの先端かレデューサの先端です。どちらがいいのか取り比べが必要ですが、とりあえずレデューサの先端につけてみます。イメージセンサーから遠い方がゴーストやフレアが発生しにくいのかなと思います。フィルターの装着でフォーカス位置が微妙に変わります。無解像の EOS50D なので赤成分が大きくカットされているみたいです。一通り確認が終わったので片付けようかと思いましたが、とレデューサに付属のリングがあるのを忘れていることに気づきました。何に使うのか理解していなかったのですが、どうやら T マウントアダプタに入れ込んで使うものらしいです。厚みが薄いので若干不安ですが、2インチ接眼部にはまって固定はできるようです。これで T マウントアダプタとレデューサが密着状態となります。もちろんフォーカスも合います。結局のところ追加パーツを用意しなくてもよかったということです。説明書のバックフォーカス 70mm の記載と延長灯の絵が混乱のもとでした。この状態でバックフォーカス 70mm が確保できているというのは納得いかないですが、はめ込みが浅いので、締め付けの真鍮リングが半分くらい見えています。ものすごく反射するので、少なからず撮影品質に影響ありそうです。植毛紙を入れて真鍮部分が隠れるように対策したいと思います。
これでテスト撮影は終了です。一応比較のためにケンコーの口径 152mmF4.44 経緯球反射望遠鏡の方でも撮影しておきます。まずはコマコレクタのみの状態で撮影します。次に感位レデューサを加えて撮影します。最後にテスト撮影した結果を表示して終了したいと思います。こちらが今回購入した RC6 とレデューサのみの状態です。そしてこれがフィルタを装着した状態です。こちらが比較用で撮影した KE952×675 とコマコレクタのみの状態です。最後は簡易レデューサを追加した状態です。